はい、8時になりましたので、日ヒューガプライマリーケア、ログミアイアルライブを開始させていただきます。投資家の皆様、こんばんは。こんばんは。えっと、本日は、日ヒューガプライマリーケアの第一四半期の、決算説明ということで、お届けしたいと思ってます。えっと、メンバーはいつもの通り、代表の黒木と、取締役の大西、あとは、企画本部の、原で、 お届けしますのでよろしくお願いいたします。で、えー、っとまあ、いつもの通り、えー、質問をお受けいたしますので、えー、質問についてのご説明を原さんよろしくお願いします。はい、かしこまりました。はい、皆さんこんばんは。ヒューガープライマリーケアの原です。えー、本日もあのー、このライブ中に質問をお受けさせていただきます。はい。えー、まずですね、えー、黒木の方から決算説明の方を 説明の方を、まあ、大体20分ほどでですね、20分から25分ほどでさせていただいて、その後、質問コーナーに移らさせていただきます。えー、事前にいただいた質問がですね、今回結構たくさんございますので、そちらの方をまずは優先させていただいて、その後ですね、えー、このライブ中に寄せられた質問に対して、えー、できる時間か、時間がいっぱいできる限りですね、お答えしていきたいと思っております。あの、Q、Q&A の方から、 あの、気になった点とか、えー、送っていただければですね、はい、あの、こちらで確認いたしますので、えー、はい、あのー、皆さん、はい、ぜひ、あの、どしどし、あのー、はい、簡単なことでも構いませんので、えー、送ってください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。たくさんちょっともうすでにいただいているので、 ちょっとどこまでいけるかっていうのは、もう事前の質問もちょっと答えきれるかなっ,っていうとこではありますけど、えー、精一杯やらせていただきたいなと思います。もう早速 QA の方もいくつかいただいてて、励ましもいただいてみたいでありがとうございます、本当に。で、えっ、ー、と、じゃあ黒木の方から、えー、第一半期の、えー、説明をお願いいたします。ちょっとお待ちくださいね。 ヒュ、えーガプライマリティアの代表な投資マーの,の黒木です。えー、今日は、えー、お忙しい中でご参加いただいてありがとうございます。では簡単ではありますけれども、少し、えー、少しというか、第一、シャンキーの計算説明について、えー、お話したいと思います。よろしくお願いします。次、お願いします。少々お待ちください。 1> あのまあ、第1四半期のサマリンなんですけれども、まあ、ここに実は結構 <laughs>、もう内容としては集約している部分があるかなというふうに思っているんですけれども、まあ、あの業績ハイライトとして、売上25%、の営業利益2.6倍に拡大ということで、あの右側のグラフがあるんですけれども、 あの前期のです、ね、1クォーターと比べて、まあ、5500万だったのが1億4500万というところで、営業利益としては2.6倍に拡大してますと。で、あの見,やすい見やすいというかあの、分かりやすいように営業利益のセグメント別の推移というのも出してます。で、まあ、私たちの事業っていうのはです、ね、まあ、大きく3本柱というところで、まあ、左側にありますけれども。 在宅訪問薬局事業、えー、キラリプライム事業、あと新規、まあ、新規でももうなくなってきてるんですけれども、プライマリケアホーム事業というところで、この3本柱というところですと。でまあ、全体としては、ですね、先ほど申し上げたとおり、全否としてはですね、大きく上回りましたと。でまあ、一つ一つ、ちょっとひも解いていくとですね。あの 100万ととというところでなってますとただあの、これに関しては、ですね、まあ、売上の方を見ていただくと分かると思うんですけれども、あの売上の方は伸びています、伸びる寄、えー、り木としてやってるんですけれども、まあ、先行投資は結構大きかったのかなというふうに思っていて、まあ、3ヶ月連続でですね、まあ、5店舗出店というところですと、まあ、どうしても人がかかる事業ですので、そこに関しては、ですね今後、 5店舗出店も予定してますので、まあ、採用強化だったりとか、まあ、先にどうしてもコストがかかるというところになってきていますあ、<で>すみません、3店舗ですんであ。ごめんなさい、ごめんなさい、あはい、今後も含めてですね。うん、はい、すみません。で、えー、っと、キラリプライムに関しましてなんですけれども、仮、え、面、ー、店舗数というところと、まあ、アップですね、単価の売り上げに関しましても増益というとになってきています。 で加,盟加盟店舗数もですね、前期の末には少しあったんですけれども、まあ、2000店舗をもう突破しましたというところですと。であと、リージョンプライムというところで、あの施設のところのですね、あのプライム事業に似た、えー、事業なんですけれども、まあ、これに関しても、ですね、まあ、本当に最終段階まで来ていて。 あのそこに関してもですね、まあ、直営だけじゃなくて横の展開というのも見えてきているのかなというふうに思っていて、まあ、ここも順調にいっているのかなというふうに思っています。であと3つ目の、えーまあ、ここが利益貢献に関しては非常に大きな、あのー、効果があったんですけれども、あのーまあ、今回、えー、1投目春日の入居率、えー、無限度の入居率に関してもですね、えーまあ、ほぼ満床に近いような状態と。 春日に関してはもうほぼ待機待ちまで出ているような状態で、まあ、そこに関してもですねあの、まあ、手応えというかあの非常にそこは感じていますでただまあ3投目以降に関して,っていうどうしても初めに掘ってしまう事業でございますので、まあ、人もかかるところなんで、まあ、そこに関してはです、ね、3クォーターから少し発生するとはいえですね前期を見ていただくとですね えー、赤字だったものがですね今回6700万というところで、えー、黒字転換したってことでですねま本当に3本目の柱というところにはもうなってきてるのかなというふうには思っています次お願いしますはいで全体の、えー、売上とですねセグメント別の利益なんですけれどもまあ、先ほどトピックスで利益のところもお話しした通りなんですけれどもあの1クォーターで の実績で22億4000万と。で、えー、大宅訪問薬局でも16億4000、左プライムで2億3000、プライマリーケアホームで1.6倍というところです。で、まあ,あの、先ほどもお話した通りですね、やはりこのプライマリーケアホーム事業が、えー、プロジェクロズ転換して、かつ6700万、クオーターで叩き出したっていうのは結構大きいのかなあ,の、まあ計画りまり、まあ、ほぼ計画通りに進んでいると。 いうところで,ございますで、えー、っと、まあ、売上げのとことですね、利益に関してはですね、えーまあ、先ほどお話した通りですと。で、構成費を見ていただくと分かると思うんですけれども、えー、っと、構成費を見ていただくと分かると思うんですけれども、あのまあ、だんだん年々、年々ですね、あの薬局の割合、 が減っていき、まあ、特にこの,このプライマリーケアホームの割合が大きく増えているのかなというふうに思っています。えー、全体の16.2%というところで、あのーまあ、薬局1本だった会社がです、ね、プライムとプライマリーケアホームというところで3本柱に変わってきているのかなというのが、まあ、ここでも見て取れるのかなというふうに思っています。はい、次お願いしますでこれが四半期ごとの推移になります。 まあ横に並べてみるとですね、非常によく分かるのかなというふうに思いますけれども、まあえー、と全体的にもですね、基本的にはほぼあの右肩上がりに伸びているのかなというふうに思ってます。まあ、多少デコボコがあったりとかっていうところはあるんですけれども、基本的には売上自体は、まあ、トップライン自体はですね右肩上がりに増えていますと。で、まあ、売上総利益に関しましてもですね、あのまあ、どうしてもですね、あの1クォーターっていうのが、まあ、 ロドシア型というのもあるし、薬局の人の採用、まあ、先ほど申し上げた通り、出店に対しての採用というところもありますので、まあ、どうしてもあの期末の方でこうで変わっていく事業っていうのが大きかった部分もあるので、まあ、1クォーターどうしてもこうへこんでしまうところがあ,るありますけれども、まあ、それでもですねあの利益率の改善、まあ、1クォーターと比べて3.1%だったのが6.5%だったりとか、まあ、あの何度も申し上げた通りですね。 利益に関しても5500万円だったのが1億4500万円というところで、あのーまあ長い、長い目というか、並、え、べ、ー、てみると、ですねそこのところも改善していっているのかなというふうには思っています。次、お願いします。はいまあ、これも、えー、とクオーターごとに並べたものになるんですけれども、えーまあ、1クオーター、二0年3月期、2クオーター、 えー、24年3月期の2クォーター、3クォーター、4クォーターと横に並べて見ていただくと分かると思うんですけど、今度の25年3月期、まあ、連今回初めて連結、あまあ、前回もそうなんですけれども、連結の1クォーターというところを見ても、えーまあ、5500万から1億4500万というところで増えているなというところですと。これ、セグ別の利益をですね。 話させていただいているんですけれども、まあ、これも、えー、やっぱり何度も申し上げたとおりです、ね、プライマリケアホームのところがです、ね、利益率あ、利益額ともにですね改善しているのかなというふうに思っていて、えーまあ、あの23年3月期、25年3月期というところで、まあ、利益額が変わってきていると、で特に1クォーターに関してはですね18.6%というところで、 あのまあ、施設自体に関しても、ですねあの高い利益率ということは、あ,のある程度前出しでお話しさせていただいたというところなんですけれども、なかなか介護施設でこの利益率出せるっていう会社っていうのは、そんなないのかなというふうに思っていて、まあ、それがやっとここまで来たのかなというところで考えています。あと、まあ、薬局えプライム事業に関してはですね まあ特にプライムに関してもまあ57%というところで、非常に高い利益率を保ちながらですね、えー、進捗しているのかなというふうに思っています。はい、で各事業の KPI なんですけれども、えー、売上高店舗数というところで、えー、3店舗出店で47店舗、でえー、1店舗当たりの売上が1億4千万というところですと。 でまあ、同じように、ですね右,右側の在宅、えー、患者数というところで、えー、9422名、で1店舗当たりが、えー、207名というところで、まあ、結構ここ、投資家の皆さんにもご質問いただくんですけれども、まあ、1店舗当たりが少し下がってきてますよねっていうところだったりとか、お話しいただきますと、まあえー、と逆に言うと、ですね我々意識して少し下げてる部分もございまして、 あの店舗出店のところで、まあ、あの3店舗というところで、まあ、今後の出店も結構加速、今までよりは加速的に出店していきたいなというふうに思っていて、それはなぜかというと、ですね、まあ、あの1店舗あたりの患者さんの数が多いことが、まあ、前期、少しあの離職が高かったとか、ですねそういった話もさせてもらったと思うんですけれども。 まあ、あのマイクロマネジメントではないですけれども、まあ、オペレーションの改革とかも含めて、ですね1店舗あたりの患者さん数を減らしていった方がいいんじゃないかなというふうなことで、今、えー、会社全体で動いているところもございまして、まあえー、223名から207名というところなんですけれども、まあ、じゃあ、これで逆にトップラインや利益率が下がるのかというと、そうじゃないなというふうに思っていて、まあ、逆に改善していく。 ためにですね、この223というのが207、まあ、今後も少しもうちょっと下がってくるというのとは思っているんですけど、まあ、あえてそれは会社としてやっている、戦略としてやっているというところを、えー、ご理解いただければなというふうに思っています。はいえー、続いて、キラリプライムの KPI になりますと。で、えーあのーまあ、こう前期のですね、 3クォーター、4クォーターから少しちょっと加盟店舗数がっていうところあったんですけれども、今回、えー、1クォーターで 2000, 2000店舗の加盟を超えました、2037店舗というところですと。で、まあ、これはです診、ね、療報酬改定のですね、えー、影響もあります。えー、逆に診療報酬改定がですね、まあ、ちょっと話ずれるんですけれども、今回から6月から改定になってますと。で なので在宅訪問薬局自体もあと、ね、で少し出てきますけれども、PL にそのまま出てくるのは6月以降かなというふうに思っていて、でまあ、それでもこの2037って増えたところでいくと、やはりこの我々がやってるですねプライムの研修制度だったりとか、そういったものに結構反響をいただきまして、で4クォーターから、えー、今期の 1>, 1クォーターというところで,です、ね、まあ、あの200店舗弱、まあ、150店舗くらいですかね、増えたというところで、まあ、今後もです、ね、法人数もともに、えー、加盟点数も増えていくのかなというふうに思っております。まあ、アップリに関しても、ですね、まああのまあ、これはもう加盟点数を追えばアップがというところはいつもお話しさせていただくんですけれども、まあ、並行して進んでいるのかなというふうに思っています次お願いします。 であの先ほど何度も申し上げた黒点して、えー、増えていったあのプ,ライムプライマリケアホーム事業なんですけれども、左側がです、ね、定員数と入居者数になりますと、で薄い防線が定員数ですと、でそ,れに関しそれと左側のです、ね、濃い青い防線が、まあ、入居者数というところで、まあ、これも順調に入居者が進んでいて、 1クォーターに関しては、ですね状待というところが達成できたのかなと、2等を続けてですね、で、まあ、あの介護施設としては、ですねあの結構早いペースで入居が埋まっているというのは事実だと思っていて、まあ、264床ですので、そういった意味では結構大規模な施設でありながら、ですね早いペースで入居,者入居者も進んでいます。 なので、まあ、先ほど18.7という、18.6でしたっけね、まあ、それで数字出てましたけれども、かつその利益率が出せるっていう施設っていうのは、まあ、今、ホスピス系の施設とかいっぱいありますけれども、まあ、それと違った形の施設としては、ですね、まあ、入居者数、転、え、院、ー、数、転院数に対しての入居者数っていうのはうまくいってるのかなというふうに思っています。で、あと、右側がこの重度疾患の患者さんの比率と、えー 単価というあ全体の単価ですね、というところなんですけれども、まあ、あの基本あの、ホスピス系とかあの、そういった医療依存度が高い方だけを受けてるというところじゃなくて、ですね、まあ、それが14.2%の割合で、先ほどの18.6だったりとか18、18%を超えるような、利益率を出せてるっていうのが当社の,あの強みかなというふうに思っていて。まあ だいたいホスピス系だとこの45.7%が倍以上の数字だったりとかする中で、まあ、そうじゃない中でも、こうやって利益率を出せるというところ、あのまあ、医療制度として、ですねあれがいかがなものか、最近結構新聞なんかでも <laughs> そういう話とか出てたりしてるので、そういった意味ではですね、まあ、順調に推移しているのかなというふうに思っています。次お願いいします、はいでまあ、今期のアクションンプランというとうころで 一番左側がです、ね、在宅訪問薬局事業の,セントラルあの進捗状況なんですけれども、まあ、前期ちょっと人の問題とかも多少出た、えー、1年でしたとで、そういった意味では、ですね非常にあの先ほどの小規模化していくっていう戦略も踏まえて、あの過去のところも踏まえて、ですねあの人員の離職率っていうのは結構減ってきてるのかなというふうに思っています。 でまああのー、足元のです、ねえーまあ、7月なんかにも比べてもです、ね、離職率も減りつつ、あのやっぱりあの生産性を上げていくところなんか、まあ、ここに出てませんけれども、そういったところにもです、ねあのーまあ、システムの連携というのも IR で出させていただきました、あのーまあ、MTI という土壌会社の子、ね、会社の空道さんというところともです、ね、あの業務提携させてもらって。 であと、まあ、自社内でもですね、あのーまあ、生成 AI を使ったものであの業務負担を減らしていくというところもですね今、進めていて、まあ、あの手応えとしてはです、ね、2クオーター以降もです、ねまあ、1クオーターはまあどうしても採用がかかってきますので、まあ、あの現役というふうな感じでは出てますけれどもそこのところも、あのー、非常に良くなってくるのかなというふうに個人的には思っています。であと あのまあ、新しいエリアの出店というところで、えー、福岡と関東だけというところだったんですけれども、まあ、熊本、鹿児島に関し,関してもですね、まあ、出店というところで、まあ、あの介護施設とセットで出店していくパターンもございますし、まあ、そういった意味では、ですねあのお互いの事業としてはシナジーがあるのかなというふうに思っていて、まあ、そういったところをですねしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。であとと、まあ、結構ご質問いただくんですけどセンントラルキッチンと いうところで今、大阪の、えっと、国家戦略特区で,です、ね、あのこの取り組みをしています。でまあ、来期のです、ね、薬期法改定に合わせて今、実証実験中ですので、まあ、それがスタートしたときにはちゃんとうちも対応できるというところで、調、ま、剤、あの外部委託というところもです、ね、今後も取り組んでいきたいなというふうに思っています。で、キラリプライム事業、えー、ですと、まあ、先ほど自動連携の話しましたけれども、あの加盟店に えー、提供するサービス、電子薬歴と、まあ、弊社のシステムに関しても、ですね、まあ、自動連携ができるようになりますので、直営だけでは、まあ、そういったところはもう、えー、ある程度できてくるのかなというふうに思ってますと、あと、在宅の薬剤師の派遣であったりとか、あと事業承継のお手伝いをさせていただくとか、まあ、そういったところもですねサービスとして今、拡充しようというふうに動いていますと、であと、ああ黄色の枠で囲ってありますけど、リージョンプライム。 というところで、まあ、我々直営で薬局をやって、それをキラリプライム事業に普及させていったとっいうところが、まあ、あの成長のドライバーだったとっいうところで、まあ、あれだけ利益率も出せて、かつ、あのまあ、社会にも貢献できるような、社会的意義も高いような事業というところを、まあ、今後、外にも展開していきたいなというところをいうふうに、まあ、本当、1年以上前からです、ね、計画していましたと。 でまあ、これもですね、まあ、ちょっとまだ確定、本当の確定とかっていうところまで、う90何パーセントまで来 <laughs> てるんですけれども、ほぼもう制約も見えていて、また IR 発表させていただければと思うんですけれども、まあ、これが、えー、と最終段階まで来れば、ですねあの直営だけじゃなくて、まあ、マーケット的にもあのアペンディクス見ていただくとよく分かると思うんですけれども、非常に大きなマーケットですので、そういった意味では、ですねこれを横展開できるっていうところがもう目前まで来ていると。 いうところもですね、まあ、弊社の、まあ、社会的にも含めて、まあ、プラス会社の利益としてもですね、えー、できてくるのかなというふうには思っています。で、最後、プライマリーケアホーム事業なんですけれども、まああの年、年間2棟以上の開発が可能な体制整備というところで、まあ、土地の仕入れから、あと人の育成、採用っていうところ、まあ、もちろんリージョンでやるところもあると思うんですけれども、まあ、直営としてもです、ね、しっかり出展していくっていうところであったりとか、今回、 あの福岡以外の土地、熊本市で出店していくというところで、そういったところもですねまあ今期、挑戦なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、非常に高い、高いというか、大きな市場ですので、そういった意味も含めて、地域でもしっかりやれる体制というのを作っていくというところが、今期のアクションプランかなというふうに思っています、はい、次お願いします。 えー、あとはバランスシートですね、あのまあ、こちらはもう見ていただければ分かることかなというところなんですけれども、あのまあえー、出店だったりとか、あと、まあ、施設のところをですね自社でというところもありますので、まあ、ユリスファイも多少は膨らんでいるのかなというふうに思ってますと、まあ、特に自己資本比率というのがですね、あの、まあ 箱物を持つとついて回ることなんですけれども、まあそこもですね、ちょっとバランスを考えながら、えー、今後も展開していくというふうには考えています。次お願いします。で業績予想なんですけれども、現状においてはですね、あの基礎に発表した計画売上94億5000万、営業利益9億2900万というところ。 で、えー、着地というところで、まず上期下期というところを見ていただくと分かると思うんですけど、まあのえー、上期として45億3億9千0下期として49億2千と五と5億3000というところで今、計画をさせていただいております。<う>次、お願いします。で、KPI に関しましてもですね、えー、売上九94億5の打ち上げはプライマーケアホーム16億、キラリプライム10億。 約67億とで。在宅患者に関しては1万人超え。でキラリ・プライムの加盟店に関しては、ね、2200店舗を超えるというところで、えー、KPI を設定させていただいております。でまあ、営業利益の増減の、えーまあ、予算に対してのです、ね、どれくらいの、えー、プラスでいくのかというところで。 まあ今回、えー、計画においてはです、ね、このキラリプライム、あプライマリケアホーム事業っていうのが非常に大きく寄与していくのかなというふうには考えています。でセグの利益の着地,あ着地というか、まあ、計画なんですけれども、これも、えー、あのここに書いてある通りで、えー、見通しとしては1億10.2%、えー、プライムとしては50.4%、5億2900、えー、プライマリケアホームは1億6800と。 いいう,うに考えていますであの、まあ、ここからちょっと薬局の話と、まあ、今回は介護保険の改定もありましたので、まあ、これも秘書にお話しした通りなんですけれども、まだ4、6にはですねこの数字が反映されてないです、特に薬局の方がですね。 で6からの数字、だから第2クォーターからこれが反映されてくると思うんですけれども、まあ、今回、診療報酬改定が4月からではなくて、まあ、点数が出たのは3月末なんですけれども、点数として反映するのは6月ということですので、6月からの反映になりますと、でまあ、なので2クォーターからこれ、数字としては出てくるんですけれども、まあ、在宅の薬局に関しては、ですね年間6000万円の報酬増と。 であと、まあ、麻薬についても、ですねそういったところに関しても評価された点数ですので、ぐらいは報酬が、報酬というか、あの点数が上がったっていうところで、まあ他の同業他社さんがですね軒並みマイナスじゃないかっていうところの中では、まあ、弊社としてはですね、えー、プラス改定だ,だったっていうところは言えるかなというふうに思ってます。 でまあ、先ほども申し上げたんですけれども、2クォーター以降も、ですね、まあ、この点数改定以外でも、ですね先ほどの,あの IT、まあ、RPA 使っ生成 AI 使って RPA をすることによって、業務負担を減らしていくだったりとか、まあ、いろんなあの店舗あたりのですね1人当たりが持つ患者さんの数を減らしていくとか、そういったところも踏まえながら、ですねあの非常にあの個人的にはあのまあ前期と、 比べるとですね、まあ、今期の1コーナー比べても、ある程度利益が、あの利益率として上がっていくのかなというふうな手応えは感じています。まあ、もちろん最終的には結果がすべてだと思うんですけれども、そういった意味ではですね、あのー、大きく変わる1年になりそうだなというふうに思ってます。で、続いて、キラリプライム事業なんですけれども、まあ、これも、まあ、結果、在宅訪問、まあ、薬局自体がですね、そういう評価が出れば、 他の加盟店の皆さんもも,もうちょっと、もちろん加盟店見込みの皆さんもそっちにうつ移らざるを得ないというところがあるというふうに思っていて、まあ、そういったところはです、ね、今後も、あのまあ、ここに書いてある通り、まあ、在宅を本当にやっていくのか、それともそうじゃないのかという二極化という部分はあるんですけれども、まあ、あの1クォーターの加盟店の伸び見ていただくと分かると思うんですけれども、もっと在宅やらないといけないなという加盟店さんというのは増えていると思っていて。 あのそういった意味では、ですね総じてはプラスに転じていくのかなというふうには思っています。で3つ目なんですけれども、まあ、プライマリケアホーム事業、これは4月にも改定になっているので、もう反映している数字ではあると思うんですが、あのプライマリケアホームが行っている定期巡回型自治体の方訪問介護看護というのは1、1%報酬減というところがありましたただですね、まあ、当初予定していた。 あの医療依存度の患者、高い患者さんの受け入れだったりとか、まあ、中のオペレーションの感覚でいくと、ですね、まあ、ほぼ変わらずというか、まあ、プラスで推移しているのかな、1人当たりのアップというとあれですけど、単価自体はですね、一番初め計画してたよりは少し高く出ているので、まあ、ほぼ影響なかったのかなというところで、逆にプラスになってきているのかなというふうに思っています次お願いします。 でまあ、これが先ほど申し上げた6000万円増えているというところのです、ね、点数の増加のところかなというふうに思っていて、あのまあ、左側が改定、ね、前で右あた、右が改定後というところで、まあ、点数がです、ね、約380点のところ四414円というところで、1枚あたりの単価がです、ね、30, 30円以上上がっているというところが、えー、現状でございます。 まあそれの理由として、ですねあの在,宅あの在宅調剤加算というところが変わったところがあるんですけれども、それが変わっていて、在宅薬学総合単期性加算というのができています。で、まあ、それ以外も、ですね医療用麻薬だったりとか、あの中心静脈栄養だったりとか、まあ、そういったところで、えー、プラス6000万、年間では6000万というところのところは出てきているのかなと。まあ、ここれれもうそののままのまままま今やってでですので これにプラスさっきお話した通りですね空道さんとの連携だったりとか、自際の生成 AI 使った RPA だったりとか、まあ、そういったところで、ですね労務負担を減らしていくというところに関しては、まあ、今後、あの非常にプラスになってくるというところは、非常に見えているのかなというふうに私自身感じています。でこれも少しさっきお話し,しましたけれども、まあ、今、国家戦略特区でやっているところなので、 実際、まあ、あの薬機法になるのは来年以降になるんですけれども、まあ、調剤自体の外部委託というところをです、ね、今、セントラルファーマシーとして、われわれもできればすぐ準備していくというところをです、ねまあ、粛々と進めているというところでございます。で、今、あの計画している、えーまあ、計画とかも発表できているところで、あと2頭ですね、12月に熊本。 でえー、その4月にですね、久留米というところで、2等分発表させていただいてますし、まあ、5等目以降に関し,ても関しましてもです、ね、でもう数件、もう話を実際もう進めています、もちろん今仕込まないと、ですね来期以降の数字出てきませんので、そういった意味では、えー、進めていて、まあ、さっきバランスシートの話ありましたけれども、自前で開発する分と、借りる分と。 だったりとか、まあそういったところの財務状況も加味しながら進めていこうというふうに考えています。で、あとあの結構これ質問いただくのであえて載せてることなんですけれども、まあ、いわゆる大手オンライン流通業者について、あの毎回この話がするとですね。薬局関連の株価下がるんですよ。 であのいろんな薬局さんが賛同するみたいな話が出てるんですけれども、実際、在宅訪問薬局で、まあ、いわゆるあのネット業者のようなやあの会社がで,す、ね、できるのかっていうところでいくと、まあ、それはちょっと難しいのかなというふうに思ってます。 まあ、オンライン診療の、まあ、健常な方に関してはそれができるのかなというところなんですけれども、左側の弊社の方を見ていただくと、ですね75歳以上の高齢者が9割以上いて、かつ、ですね、まあ、この後出てきますけれども、あの普通に渡すだけじゃなくて、薬剤師がちゃんと指導したりとか、調剤の,あのところ、しっかりしたものでないと、まあ、代替は難しいのかなというふうに思っていて、そういった意味ではですね、 あのまあ、ほとんどないのかなというか、まあ、業種が違うというふうに思っていただければいいかなというふうに思ってます。次お願いしますまあ、これがですね、まあ、大分の仕組みなんですけれども、あのまあ、今よく出ているのがあの右側の方なんですけれどもあの、いわゆる医師から患者が出てオンライン流通業者を通して、まあ、外来型の薬局がみんなそこに手を挙げてやりました。 結局、薬局さんがそれを薬で配達しますというところなんですけれどもあの、左側の在宅訪問薬局に関しましては、ですねここにあ,ありますけれども、平均年齢83歳、40、よあ要介護状態で通院困難な方。 に関してててじゃあそうううういいっっったものを使ってやるかというと全く違うなというふうに思ってます、まあ、次の資料とか見ていただくと、ですねそれが非常にわかるのかなという,ふうに思っていて、ただ、薬渡すだけじゃなくて、ですね一方化したりとか、日付管理したりとか、ですねあの調剤の仕組みが非常に難しくなっています、でかつ、ですねこれ、国の国の制度によって、その結果をですね医師や看護師、ケアマネージャーに説明しないといけない、報告しないといけないという仕組みがあります。 でそこまで考えると、ですね、そういった意味では、あの調剤薬局自体、まあ、普通の、あの何て言うんですかね、オンライン業者がやってるっていうところは、ですね、全く違うものかなというふうに思っていますし、まあ、私個人としても、ですね、オンライン、まあ、いろんなところが手を挙げてますけれども、 結局あの、オンライン業者さんにです、ね、ある程度、の一定のマージン払わないといけないという仕組みというふうに私、伺ってますので、そういった意味では逆にそれに乗ってしまうと、あの利益の分をそこに献上してしまうような形になるのかなというふうに思っていて、まあ、そういった意味ではです、ね、私たちはもう逆張りで、しっかり在宅の患者さんに対して、薬のでケアマネージャーさんに対しての,あの報告であったりとか、ここに書いてある通り、飲みやすいような仕組みを作っていくというところをしっかりやっていく。 こととが大事ななのかなといいう,うに思っています、はい、で、まあえー、最後になるんですけれども、まあ、先ほどあのプライマリーケアホームの話しましたけれども、市場が13兆ありますと、成長してますところは非常に大きいなというふうに思って、まあ、薬局自体も3 0億あ,ありますので、それなりの市場なんですけれども、まあ、ここもです、ね、シナジー組みながら一緒に伸ばしていけたらなというふうに思っています。 はい、で、中期経営計画に関しては、今の時点ではですね。あの当初出した通り。ええー、二十六年三月期百十億以上。で、り、営業利益、利益率に関しては十三億十二パーセント以上。というところをですね。あの、今考えています。はい、以上です。はい。ええー。 と、ここからは、QA という形になりますが、えっと、まあ、総じて、機関投資家さんとの話の中でも、誰もこの利益成長に関して、あの、できてないっていう人は一人もいなくて、まあ、2.6、まあ、去年が30%利益伸ばしましたし、まあ、19で2.6倍っていうので、 まあ、対4級だとです、ね、減ってはいるものの、まあえーと、どうしても前半で人が入って、えーえー、出店も3、4、あいつ4、5、6で、えー、やるので、コスト的に行くと、1級でだいたい100人ぐらい採用してて、で、当社の規模って700人ぐらいなんですよね。だからど、どんぐらいのインパクトで人取ってるかっていうのは、それでお,のお分かりいただけるかなっていうふうに思って、 ます。な、まあ、それにもかかわらず、まあ、去年よりも、えー、しっかり利益出せたというとこで、誰もそこに対してはですね、あの、あんまり文句がないというか、えー、文句言われることはないと。ただ一方で株価が上がらないのはなんでだっていう、逆に、数字上がって株価が上がらないのはなんでだって、お前らの努力が足りないんじゃねえかっていう、その、事業を伸ばす努力じゃない方に対して、えー、多く意見をいただいているのは、特に個人投資家さんから。 で、機関投資家さんからは、あの、もうちょっと長い目線で見てる方が多いので、ええー、まあ、このまま引き続き伸ばしててくださいね、と。いうとこが多い、ええー、状況かな、というとこです。で、えー、っと、このまま質問いきますかす、ね、あ、社長、なんか、社,社長、1級に関しては、もうそんな総括でいいですかねそうですね。 あの全体感としては、はい、まあ今、話しさせていただいた通りです。で、ただ、その、大、ま、西、あ、さんが話す通りですね、やっぱり株価のもも問題というかあの、そこのところはやっぱり私たちも、あの上場来、少しずつ少しずつ下がってきていて、利益成長はしてるのに、あの逆に株価は下がってるって現実は、もし、あの 真摯に受け止めないといけないというところだと思っていますと、まあ、今から多分質問とかもあると思うんですけれども、株主還元とか、あと、まああのまあ、こういう IR の活動も含めて、もうちょっと弊社を知ってもらう活動だとかっていうところは、今後やっ,ていかないのかやっていかないといけないのかなそうです、ねまあ、まあ前回からも知ってもらうことが大事って言ってて、あのーうんまあのま 事前の質問の中でも、あの、株主数増やす取り組みやりますって言ってて、株主数減ってるんですよね。これ何が起きてるかというと、あの、当初株式分割して、一時的には株主さんってすごく倍ぐらい増えて、で、一年以上経ってまた減ってきてるっていうのは、結局、 えと最初100株買った人が200株とか、1人がお持ちの株数が増えてきてて、また、あとはちょっと基幹投資家さんが買うとか、買い増しするとかで、また集約化されて、株主さんの数が全体的に減っていくというので、知っていただくっていうところももちろん大事なんですけど、株主数増やすっていうことが、逆にこうアピールして評価されると、逆に こう集約化してしまうっていうところがと今のところのこう悩みかなというところであのもうすでにあの事前質問じゃなくて今あの質問いただいてる中でも来ていただいてて成長力を疑っているわけじゃないですとヒューガーは安定して本当にありがたいですけど逆走本当にそうなんですよねで経営陣の方はどこに理由があると思いますかっていうのが株式の流動性が問題だって言ってるところに対して えっと、まあ、逆、逆のことが起きてる。っていうので、その後にですね、本当に答えになってる、あの、質問というか、あの、ご意見で、株価を上げて、工場で資金調達して、プライマリーケアホームに資金突っ込んで成長。もうこれまさにその通りなんですよね。あの、こ,このシナリオを追っかけるためにも、何としてでも株価を上げなきゃいけないという。で、その株価を上げるためにどうしたらいいか。 ということに関して、まあ、ちょっと後で質問あると思うのであ、質問もすでにいただいているので、それについてあの、えー、黒木からちょっと答えていただきながら、カムニさんの賛同を得れればなというふうに思ってますんで、えー、よろしくお願いします。じゃあ、原さんあの、事前質問からよろしくお願いします、はい、では、えー、事前に寄せられた質問を、えー、とちょっと時間を限られているので、どんどんいきたいと思います。はい えー、まず一、うん、つ目ですね。リージョンプライムの情報は今期中に開示できそうですかというご質問です。じゃあ、お二方、いかがでしょうかできそうです。<laughs> <laughs> えっと、あの、もうちょっと詳しく言うと、今回、八今日が8月28で、もともともうちょっと前倒しで、えー、っと、まあ、決算発表後、もうちょっと早く。 えー、この IR ライブやってほしいっていう、あの、ご質問というかご意見いただいてて、うん、極力やっぱ早めに、もう、あの、機関投資家さんの、あの、面談が始まると同時ぐらいで、えー、個人投資家さん向けにはやりたいっていうのがそもそもあったんですけど、うん、今回ちょっとずらしたのが、うん、えっと、その時までにはリージョンプライム発表できるだろうっていう、っていうスケジュールできたのが、まあ、 相手さんもなかなか大きな会社さんだったりとかしたの、てるので、ええー、やっぱこう平気で、その次の、ええー、意思決定のタイミングっていうか最終確認のタイミングとか、ええー、大きな会社さんだと、こう、臨議が回っていく時間がかかるとか、まあそういうのでがあって、ええー、かなり詰まってはいるものの、最終発表までいってないという状況ですので、まあ本当はね、ここで、こういう、 なんですかね、収入のモデルとか売上げのモデルとか利益どれぐらい出るんだとかいうところですね、本当は喋りたかったんですけど、ちょっとそれが、ね、なかなか今回ではちょっと難しかったというところで、あのー、詳細伝えきれず本当に申し訳ないなと思ってます。あのー、黒木言った通り、あの、今期中にはできるというところが答えかなと思ってます。うん、じゃあ、次行きましょうか。はい。はい え薬局事業の1級は現役となっており、現状、上期、通期ともに前期同様、現役と想像してしまうのですが、薬局事業の上期営業利益は達成可能と考えますかす、ね、ちょっと説明の中にもありましたけれども、再度また、はいうん、お話ししていただけると良いかと思います。あのえっと、1級自体の数字だけ見るとですね、切り取ってみると、まあ、おっしゃる通りだと思うんですけれども、まあ、 まあこういう話って <laughs>、すみません、<laughs> あの、イエス、ノーで答える方が分かりいいかなって私、思ってしまうので、あの、それでいくと、神経よりい達成可能かっていうと、その可能性が非常に高いなって、現時点では思っていますと。で、それはなぜかというと、先ほど申し上げたとおりですね、あの、人の問題の改善だったりとか、あの、RPA 使って、生成 AI 使った RPA とか、空道との連携とかも含めたりとか、あの、 離職率の減っていうのは、まあ、あの前期の反省を生かしながら私自身もですね、あの昨日も店舗の人とずっと、えー、お酒飲んでたんですけど、あの一生懸命話しながらですね、うんあの、そこの手応えっていうのは非常に感じていますので、まあ、このお答えでいくと、えー、達成可能だというふうに今の時点では考えてますし、あのその可能性は非常に高いなというふうに思っています。まあ、あの黒木が言うように、 っていうか、あの、はい、私たち7月の月次見てるので、あの、より強く言えるだけっていうところはあるので、はいはい、あまあ、ちょっと冒頭でのお話ありましたけど、7月はもう予算超過予算超かかつ全費、前超過っていうところが、まあ、足元は、えー、出てるので、えー、ちょっと8月がですね、まだ閉まってないんで、そこの、えー、途中経過というのは、まあ、3ヶ月のうちの、まあ、とりあえず1ヶ月が、 え順調にこなせたというか、予算超過だったんで、まあ、自分たちの想定よりも高かったという状況でしたんで、えー、見込みは賞賛ありというところで、えー、今のところ見てるというところですね。まあ、大きく何かこれが崩れるというのは、ちょっと今のところリスクとしては考えにくいのかなというふうには思ってます、はいありがとうございます。 実際私も、あの、現場でですね、まあ、薬剤師として、その RP、うん、あの、生成 AI を使った、えっ、ー、と、まあ、薬歴とか、えっ、ー、と、ちょっと使っていましたけど、やはり、あの、かなり、えー、効率化、あの、早くかけますので、これは、うん、えっと、期待持っていいかなと思っております。じゃ次の質問です。えー、相場が急落する、急落する前からずっと下げているので、さらにしんどいです。よくある質問かもしれませんが、うん、えー、今の株価に対してどう感じてらっしゃいますかというご質問です。 毎回同じ話するとつまんないんであれなんですけどあのつまんないと思われるかもしれないですけどやっぱり今の PR とあの、まあ、株価、まあ、それ連動する株価っていうのはあのまだすごい非常に過小評価されてるなっていうふうに個人的には考えてます。で売上と利益,、まあ、利益成長もそうなんですけれどもマーケットも伸びる国の施策もそうです。 っていうところでいくと、だんだん割安になってきてるっていうところがありますただまあ今お持ちになられている株主の方からするとですね、株価が下がってるっていうところに関してはですね、あの非常に我々もあの何ですかね、責任というかどぎまぎしながらまあ毎日を過ごしているんですけれども、やっぱり一つあの先ほどの話もありましたけれども、しっかり利益を出すことを 我々としてこういう会社があるっていうことを社会に広めていくというか、いろんな方に知ってもらうというところ、あと、やっぱり流動性の問題、あの大西さん、先ほど話しさせてもらいましたけど、まあ、どうしても流動性が低いというところというのは、まあ、その3つ問題というのはです、ね、すでに我々、まあ、ずっと抱えていた問題なんですよ。私と M3 さんと持っていて、動いている株が少ないというところはありますので、まあ、そういったところも課題かなと思って で、PO して、あのー、それを、なんでしたっけ、あのー、プライマリキャンペーンに突っ込んだらどうだっていうのは、本当にその通りだと思ってますと、ただ、まあその株価が高い時でないととかですね、タイミングはあるのかなというふうに思っているので、まあそういったその3つの観点と、あと、配当に関してもですね結構ご質問いただきます。でまあ、上場して3期になって で、投資に回すのか、株主還元するのかっていうところは非常に悩ましいところではあるんですけれども、あの前回の,あの決算報告でもお話した通りですね、そこは積極的に、まあ、そこのところも考えていきながらやりたいなというふうに、まあ、この4つの軸ですかね、そこのところを考えながら今後やっていきたいなというふうには、えーまあ、経営陣では結構その話出ていて、まあ、ずっとですけど、出ているので、 あのしっかり利益成長をさせつつ、えー、株主還元と流動性を上げていくと、まあ、PR を知ってもらうというところですねをしっかりやっていきたいなというところでしか解決策ないのかなというふうには思っています、私ですよ。まあ、織さんどうですかえっと株主還元は、まあまあ、する。 っていう前提でやっぱり考えるべきだろうとは思っ、あのー、まあ、利益出たら、まあ、その分お返しできるんですよね。で、まあ、なんで今期、まあ、9億円っていうところで、まあ、去年、前期が7億円で、まあ30、30%伸ばしてっていうので、かなりこう、礎というか、えー、伸ばすネタっていうのがしっかり、あのー、プライマリケアホーム事業も伸ばしてて、で、薬局も去年、 かなりごたごたして、現役になって、そこからまた復活傾向にあるっていうところと、まあ、キラリプライム事業もあのしっかりコンサルで伸ばしているっていうところで、3つの事業がしっかり伸びているっていうところで、利益の担保ができて、しっかりその、計画、目標であるとこまあ、ターゲットにヒットできればですね、あの、まあ、なんですかね、先立つものがあるんで、株主還元っていうのはしやすい状況に、 なるしそうならなきゃいけないなと。まあ、ただ一方で、それに反対する株主さんがいるのも、反対するの、株主関係じゃなくて事業投資だろって、やっぱりお叱り受けるのも、あのー、お,電話お電話とかまあメールとかでもありますけど、まあ、そういう方もいらっしゃるのも事実です。あ,のー、あと IR に関しても結構あの、ね、あのお前らしっかりやれみたいな話もある一方で、お前ら出しすぎだって言って、 っていた言ってくる人もいるっていうので、<laughs> うん、あの結構そこはあの賛否両論なんですよね。うん、あの株主還元すれば、まあ、例えば、まあ、数億円すれば今、当社の純、あのー、資産って17億なんで、えー、自己本比率としたら26%がそこから20%にかりなく近づいてくると。 で、こっからプライマリーケアホーム事業で1等やったら15億ぐらい借りますんで、うん、15億円全部借りることになれば、えパ、ー、20%来てくると。で、今株価しっかり上がってきてるっていう会社さんが、どうしても BS がかなり強いとこにお金が集まりやすいっていう状況だということで、あのー、まあ、証券会社とか投資家さんからもそういう話を聞いてて、まあ、何が言いたいかっていうと、 ま、BS を整えつつ、株主還元もして、やるっていうのは、黒木が言った通り、全部バランス、なんですよね。だから、ま、それは株価を上げて、PO して、あの、PO っていうか、資金調達して、それを入れて、さらに成長させるとこのシナリオに、この会社が持っていけるかどうかっていうのが、本気非常に大事な、えー、気になってると思って、あのー、このまま下がれば、その、本当に、 三千社四千社ある株、上場の会社の中で埋没する危険も十分あるわけで、そこをどうやって突破して、えー、いけるかっていうのは、あの、本当今期にかかってるし、今期のやっぱりターゲットをしっかり、えー、超えて、えー、まあ、 市場に対してですね、当社がちゃんと、まあ、去年も30%ですけど、今年も三も30%っていうところの成長力を見て、評価していただいて株、株主関係、株主債の還元もできて,てで、この流れ、この流れを本当に作らないといけないなというふうに、私は思っています。いや、まあ本当、あすみません、差し込んで。なんかその、上場して、上場したときはパって目立って、でだ,んだ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 ん株価落ちていくっていうところが、10社のうち8社ですと。うん、うん でまあ、一応、弊社としては30%伸ばしてますと。で、今、本当そこが正念場だと思っていて、ここ伸ばしきるかどうかで、うん、本当に私,私たちがやりたいことであったりとか、株価を上げていくことのところの過渡期に来ている部分もあるかなというふうに思っていてで、それをやるにあたってっていうのが多分一番大事なことだと思う反面、まあ、今もここ出てますけど、1000きるから選ぶ、もっと言えば米国株を差し置いて、うんい、本当そうですね。資金を振るわけだから。 中長期でも期待たいんだったら、株主る配当なしっていうのはないんじゃないのみたいな、多分話だと思うので、本当にそこはバランスしながら、ただ、少なくともやっぱり成,、ね、成長しながらっていうところを、ある程度担保っていうか、ねうんや、やっていくっていうところが、今、正念場だっていうところは、我々、経営陣も思っていて。うん そこが本当、上場ゴールかその先を伸ばしていって、本当にあの社会にみんなに知ってもらう会社かっていうところの過渡期であると思うんですよ、やってる事業モデルとしては非常にいいものだとも思っているので、そこがなんか今だなっていうのは、あの本当に私自身もですね、この1年と今思い始めていて、我々しかできないと<う>思っているところも強くあるしうううんあ、あのビジネスモデルとこのメンバーとっていうところがあの非常に思っているので、なので、 そう言いながらも、ちゃんと株主さんにもどう還元していくかっていうところを、うん、キャプタルゲート、インカムゲート、両方の方から考えていかないといけないなっていうのは考えてます。そうですね。だから足、結構プライマリー系ホームって足が長い事業で、仕込みからやっぱり2、3年かかって、まあ今も仕事はまあ、ね、仕,込み上仕込みっていうか、まだ発表できないけど、あのー、ね、す、 まあ準備しつつあって、っていうので、まあ、そうですね。時間かかるんで、どうしてもお中長期でお付き合いくださいと。まあ本当に上場期から本当に応援していただいている投資家さんいっぱいいらっしゃってて、で、激励いただいて本当に感謝してて、そういう方々に、まあ、中長期でやっぱりどうしてもお付き合いいただくんだったら、やっぱそれなりの 中長期で付き合えるようにしてくれよっていうね、うん。<laughs> それはまあね。だからこ、これ、なんから時間かかるんで、ちゃんと一旦これでお願いしまするじゃないですけど、っていうのはやっぱり必要だなっていうのを、ほん最近よく、中長期で伸ばしますってくる系って、ね、もうそれだけ待つ,待つための何かはいるよねってね。それは逆に、もう私もね、会社株持ってますけど、そう言いたくなるのは非常によくわかるなって思いますね、うん。 大西さん、めっちゃいいことをおっしゃるって。ど,どの部分にいったらか分かコメント読んでます株主さんも多くの方が、うん、まあ私たちの会社の理念に共感してくださったりとか、まあ、社会的意義に本当にあの応援してくださる方が非常にあの多いですので、まあ、そういった方のです、ね、気持ちに応えたいなっていうのは、あのまあ、直接私は経営陣のメンバーではないですけれども、まあ よく、あの、話してるところではありますね。はい。うん。はい、もうあと5分なんで、はい、すみません、はい、行きましょう。はい。はい、次、いるとこまで行きましょう。はい。うん、えっと、ですね。えっ、ー、と、1級は前年期、えー、前期、えー、前年同期比で見ると、堅調そうに捉えてます。えー、プライマリーホーム事業の、えー、3度目の開設費用は3級から発生見込みとありますが、どのくらい想定されてますかうんうん、うん、はい。お小さん。 えっと、予算では11月から発生する予定になってて、あのー、その前からじ社員のトレーニングとか始まったりとか、えー、早い人だともう10月から福岡に、あのー、マンスリーマンション借りて、えー、研修してもらったりとかって,て、まあじゅ、大きくかかり始めるのは11月で、自由に開設して、 えー、最初は人の方が、あの,の、従業員さんの方が多いですから、それで赤字になってい、えー、くっていう形で、だいたい4000万、えー、ぐらいを見込んでます。あの、もともと春日の時は1億円ぐらい、あのー、買ってたんですけど、だん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 、こやり方も洗練化されてきてるので、解、え、説、ー、コスト、解説コストですね、解説に伴うコストは、えー、まあ、4、0 0 0万ぐらいで、だいたいいけるような感じにはなってきてるかなというところです。 これ今期ヒットする分がそれくらいということですよね。はい、そ,うそうです、そうです。はい。では次のご質問いきたいと思います。営業利益率は全体で最終的にどれくらいまで見込んでますか、3年後ぐらいのスパンのイメージでお聞きしたいです。うん、ということです。会社全体の話か、うん。で答えましょうかね。はい。はいうん、だと思います。まああの中継でだって12%って出してて、ってなってくると、やっぱ十15%を超えるっていうのは3年後。 ででいくとですね、うん、それはもう射程圏内には全然なってくるのかなと思ってますし、まあそれは常々役員同士でも話してるんですけど、まあ全然射程圏内かなというふうに思ってます。まあただこれ難しいのが、投資すると掘るんで。まあその3頭とか年間やると、だから,だから3頭やると大体1億5000万ぐらいかかるので。そうそう。だから投資する。その 投資からこうう薬局もそうじゃないですか。例えばドカーンと150店舗出しましたとか、絶対掘ると思うんですよ。なんですけど、まあ、今、それも含めた上での利益って話すとですね、それぐらいかなっていうふうに思いますし、うんうん、成長とそこがどうしても労働主役型なんで、それでオになる部分があるかなっていうふうには思ってます。まだ3年後ぴったりぴったりぴったりで、そのね、あの15っていう。 とこが目指せるかどうか、その3年後に本当はね、年三3等やりますとかになると、ああまあ、それの影響を受けるでしょうし、ただ、今ね、プライマリー,系ホームジーが十18.6でしょ。もう開発しながら、準備しながら18.6。で、キラリプライムが50、パー台。で、これで薬局がしっかり今、あのー、今までは11%とか出てたのが今ね、10%切って、 えー、しまっているというとこを、さらにそこから持ち上げていけば、おのずとそこのラインに近づくっていうのは、あのー、もうね、それぞれの事業が公衆益とかに10%以上出していくので、それが固まればそれなりの数字になるでしょうっていうのは、えー、見えてくるのかなと思ってます。はい。はい。じゃあ次の質問行きましょうか。はい。 機関投資家や株主からの Q&A を IR でお知らせするような活動はされないのでしょうか、うん、う社さんであ,あるのが、あのー、QA 集みたいなのであらかじめ出してるとこがあって、ちょっとそれはあの研究したいなと思ってます。あのい、ね、こういうライブを聞けない人もいるだろうし、機関投資家との、うん、あの、何 どういう会話してんだろうっていう、やっぱ興味持たれてるところだと思うので、えっ、ー、と、ちょっと出し方についてはですね、えっ、ー、と、研究して、えっ、ー、と、ご期待に応えれるようにはちょっと考えていきたいなとは思ってます。やっぱ気になるんですかね、そういうのって。やっぱですね、他社さんも出してるからそういうのはある一定の意味があるんだろうなと思ってたんですけど、ちょっと今回初めてこのご意見だったんで、これはちょっともう少しみたい、あの、研究します。はい、以上です。これ わかんじゃなあ、やっぱね、文面で欲しいっていうのは、あのー、ログミーさんのサービスでも、あの全部書き起こしがあるので、<ー>やっぱり1時間見続けるっていうのは、かなり、あの今、あ<ー>今日もも、ね、1時間見ていただけて、かなり大事な時間をこの、ね、ゴールデンタイムで見ていただけるっていうのは、本当すごいことで、ただ、文字面でパッて確認したいっていう方もあの、一定程度以上いるっていうのは事実かなと思います。 あ、やべもう、ラストっすね。そうですね。はい、えっと、はい、はい、ラストしましょう、はい。はい、どうしましょうかね。えっと、まだたくさんあるんですけれども。じゃあ、やっぱり最後に、もう一度、えっと、株主還元と投資について、再度お、何かあれば、はい、とても質問多かったので、えっと、えっと、どちら、うんえ、還元と投資、<laughs> どちらに比重を置いてますかというご質問が来てます。あ,ーあの だから還元っていうのあ、私こそに、大西さんにもまたその後話してもらって,って株主還元の定義って、株価を上げることか、配当出すことかだと思うし、それやるためには投資も必要な需要が今、増えてきた部分もあるので、本当にバランスかなっていうふうに思ってます。で、まあ、同じ話なんですけど、バランスシートが悪くなると、機関投資家がとかって話になると、まあ、それはそれで株価下がるわけじゃないですか。 だからやっぱり、まあ、これ、<laughs> また、あのー、努力しろみたいな話になって、あのー、業績上げればなんとかなると思ってるんじゃないかみたいなこと言われるんですけど、まただ、あのー、今、無敗でやってるし、だったところとかはやっぱり改善していかないといけない部分であるのかなと思って、まあ、先ほどのコメントにも話ありましたけど、S&P500 に投資する弊社に 投資してるってことは、それは普通に考えたら、ね、やっぱりそういうものがないとコールドできないよねっていうのは、その通りだと思うので、うん、まあそこに関してはですね、あの結構まあ、あ、積極的に今、役員内でも話していて、考えてるってことですね。それでしか言えないかな。どうですか、本当うんまあね、どっちも欠かせないですよね。<laughs> まあ、事業投資して、事業伸ばして、 まあ株価が上がるっていうのも一方で、それはあるんですけど、本当はグロース市場ってそういうマーケットじゃんって、私3年前上場した時そう思ってたんですよ。あのー、当然、まあ配当を出してない会社の方が多いですし、伸ばすのを大前提にしてるマーケットですっていうのが当初のイメージだったんですが、実際これやってみると、最近あんまりグロースだからどうだっていう、 垣根があんまりない気がしてて、っていうのも、グロースの他の会社さんも株、うーん、配当出すとこ